ここにですね、角度調整のボタンがついてるんですけれども、このボタンを押しながら、もっとグッと角度を上げて、逆にこれを平面にすることも、それもできますね。こういう見方。はい。これはあれですよね。こういう話をされてます。中国の連射モードで皆さんね。手の爪をきれいにしてくれるからね。結構これ持ったままジャンプしても、大体大丈夫です。自転車が壊れるか、これが外れるかっていうような、はい、そういう世界ですね。まあ一応。